どうも、ニーハオ。今回ですけれども、エビチリ弁当6日分作り置き、丸ごと冷凍弁当を、今回もお任せクックのゆるキャラ、おーちゃんと共に紹介させていただきます。今日もよろしく、おーちゃん。どうも、ニーハオ、おーちゃんです。今回もよろしくね。よろしく。今回もすごく簡単に作れるライフハックを皆さんに共有させていただきます。それでは材料の方を紹介させていただきます。むきエビが 600g。白ネギが1本です。合計914円で、調理のスタートです。お米はいつも通り3合炊くの？はい、本日も3合で炊いていきたいと思います。次に冷凍むきエビを皿に移してレンジにかけていきます。むきエビは何分ぐらいチンするの？はい、エビは600ワット4分チンします。レンジで温めると水分が結構出るので、この水分は捨てておきます。次に白ネギをみじん切りにカットしていきます。白ネギの大きさはどれぐらいに切っていくの？あまり細かくなりすぎないように、少し粗い感じのみじん切りといったところでしょうか。へえ、そうやっちゃ。はい、そしたらフライパンにごま油大さじ1、ニンニク生姜を小さじ1、白ネギを、うりゃーと強火で炒めていきます。生姜に火が通ったら、ケチャップを 200g、砂糖大さじ1、ガラの素 5g、豆板醤小さじ2分の1、水 50cc を入れたら沸騰するまで炒めていきます。うわー、すごく真っ赤！美味しそう！はい、それでは先ほどレンチンしたエビを入れます。エビは火は通ってるので軽く強火で炒めれば OK です。最後に片栗粉を少量入れて、パッと混ぜれば完成でございます。それでは白ご飯を弁当箱に詰めていきます。そしてこのラップ。ラップをすることでおかずがご飯側に移るのを防ぐためにラップをします。チンして温めた後にラップを取ることで出来たてみたいな感じでいただけます。これはすごくおすすめなので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、それではご飯の上におかずをかければあっという間に完成でございます。なんかすごくシンプル。シンプルです。最後に蓋をパパッとして、パパッと冷凍庫開けて、パパッと詰め込んで、パパッと、パパッと、スリーパッと、と、冷凍庫から解凍するときは、蓋を少し開けて、600ワット5分チンすれば美味しく食べられます。おーちゃん、いかがでしたか？簡単でシンプルですごく良かった。それは良かったです。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、バイバイ。バイバイ。